ドーベルトリッターホン・グライムは、ドイツの軍人。第二次世界大戦末期の1945年4月、アドルフ・ヒトラーにより、ドイツ空軍総司令官及び元帥に任命されるが、敗戦後に捕虜となり実決した。人間性豊かな人物で敗下からは、パパ・グライムと親しまれていた。バイエルン王国バイロイトの生まれ、1911年に、主官候補生として、 バイエルン陸軍鉄道大隊に配属される。翌年第8野戦砲兵連隊に転属。ミュンヘンの士官学校を卒業後、連隊に戻って少尉に任官した。第一次世界大戦が勃発すると、連隊の中隊付将校、1915年からは、作戦家参謀などを務める。同年志願して、航空偵察兵としての訓練を受け、さらに1916年には、 パイロット養成教育を終了し、1917年に注意に昇進して連帯に戻った。1917年4月に第34戦闘航空隊に転属となり、同年に隊長となる。1918年3月にはイギリス軍の戦車を飛行機で撃破したおそらく最初のドイツ軍パイロットとなった。同年春のドイツ軍大攻勢の際は多くの戦闘機隊を指揮し、 対戦中の通算で撃墜28機を記録。プールルメリット勲章を受賞したほか、10月23日には、バイエルン王国のマックス・ヨーゼフ軍事勲章を受賞、騎士を名乗ることを許され、貴族に劣せられた。敗戦後のカップ1機の際は、ベルリンとミュンヘン間の航空機による連絡任務に当たった。同年自らの希望により、 名誉大医の階級を最後に軍を離れ、ミュンヘン大学で法学を学び始めた。卒業後は銀行員になる。しかし飛行機への関心を失ってはおらず、航空郵便業の立ち上げに参加した。1924年から3年間中華民国に赴任して中国国民党の空軍建設を指導した。1927年にドイツに戻った後は、 ビュルツブルグの飛行機学校教官となった。1934年1月、空軍再建を目指すドイツ軍に少佐として復帰。ベルサイユ条約の取り決めにより当時はまだ空軍はなかったため、第7野戦砲兵連隊長となった。直後に新設の航空省に出港し、戦後初めての戦闘航空団、リヒトホーフェンの編成に携わった。1935年1月、 戦闘機体観察に就任し、9月に中佐に昇進。1936年4月に大佐に昇進して、西空、兵器観察官に任命された。1937年に人事部長に転じる。1938年2月、少将に昇進。1939年初めに、第5航空師団長に補えされた。第二次世界大戦が勃発してポーランド。 進行作戦が終了すると、中将に昇進して、第5航空軍団長に任命された。西方電撃戦勝利後の、翌1940年7月19日、航空兵大将に昇進。バトル・オブ・ブリテンでも、第5航空軍団を率いた。1942年4月1日に、東部航空軍司令官に就任。翌1943年初めに、上級大将に昇進した。 東部航空軍は、同年5月に、第六航空艦隊と解消され、独ソ戦での中央軍集団支援を任務としていた。1943年7月のツタゲレ作戦当時、フライムの配下には730機があった。しかし戦闘での消耗や交換部品の不足に起因する技術的問題により、翌1944年6月のソ連軍大攻勢の際はわずか50機しか、 残っていなかった。ファイ156偵察機配色濃厚な1945年1月の時点でもなお、フライムはヒトラーへの忠誠心を失っていなかった。相当を信じたことは間違いだったかもしれない。だがなお彼を信じている。私は裏切り者にはなれない。私にはできない。と記している。敗戦直前の百四十五年四月十三日に、 空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリングがヒトラーにより一切の権限を剥奪された後、グライムは近しい関係にあった女性飛行士、ハンナ・ライチュと共にソ連軍の重砲以下にあるベルリンに対空砲火で負傷しながら虫取る日偵察機で駆けつけた。ヒトラーはグライムの忠誠心に感激し、その場でゲーリングの後任としての空軍総司令官に任命すると共に、 彼を元帥に列した。これに対しグライムは、相当とそのお力に非常に励まされましたと答えた。グライムは、ヒトラーと共に、相当防空壕に残ることを希望したが、ヒトラーは、グライムに対して、ベルリンを脱出して、新、空軍総司令官としての職責を果たすように命じた。なお、ヒトラーの遺書の中でも、グライムの名は、空軍総司令官として挙げられている。 ベルリンを脱出したグライムは数日後に南ドイツでハンナライチュと共にアメリカ軍の捕虜となった。ザルツブルクに送されたグライムはそこで自分がソ連に引き渡されることを米軍から知らされた。絶望したグライムは5月24日にザルツブルクの獄中で自決した。自決に使用した毒薬は相当地下号でヒトラーから授かったものだった。グライムの墓は ザルツブルク共同墓地にある。ありがとうございます。